プラレールイベント、プラフェスの主催などで有名な松岡さんが、2021年4月27日に、こんなポイントレールが欲しい10選という動画を公開されました。その動画で挙げられていた10種類のレールを 3D プリンターで全部作る企画を行っています。今回の動画では、第7位に上がっていた伏線8の字ポイントレールを作ってみました。また、松岡さんの動画の中で、伏線8の字ポイントレールを活用して、伏線のデルタ線を作りたいということも述べられていました。そこで、そのための伏線ターンアウトレールも作ってみました。伏線8の字ポイントレールは、伏線曲線レールを2本重ねた形を元にして作ります。ただ、市販の単線の8の字ポイントレールと同様に、分岐の先のジョイント部分の形を、オウとトツの組み合わせにします。ここまでの話に基づいて、フュージョン360で設計します。3D プリンタで出力して、完成したものはこちらです。レイアウトの例です。単純に、8の字の形を組みました。伏線の内側を走行させてみました。伏線の外側を走行させてみました。手動でポイントを切り替えながら、列車を走行させてみます。問題なく走行することができました。伏線ターンアウトレールは、伏線直線レールと伏線曲線レールの組み合わせで作ることができます。ただ、市販の伏線直線レールと伏線曲線レールを重ね合わせるだけだと、外側の曲線レールが直線レールから分岐しきらない状態になってしまいます。また、今回の動画で作った伏線8の字ポイントレールと組み合わせるには、直線部分の長さが足りません。足りない長さは、伏線のレールの間の幅に当たる6センチメートルです。そこで、曲線レールに直線を継ぎ足して、直線レールから分岐しきるようにします。また、直線レールも長くして、2本のターンアウトレールがつながるようにします。曲線レールに継ぎ足す直線の長さは、市販のレールとの互換性を考慮して決めます。4分の1直線レールの長さである 5.4 センチメートルだけ、曲線レールの先が前後左右に移動するようにすれば、市販のレールとの互換性を保ちつつ、伸ばす長さを最短にすることができます。直角三角形の底辺と斜辺の長さの比は1対ルート2なので、5.4 センチメートル×ルート2の分だけ、直線を継ぎ足します。また、これによって直線レールを伸ばす長さも決まります。もともとの直線レール同士の間隔は6センチメートルでしたので、2本の直線のそれぞれから3センチメートルずつ伸ばすことが必要です。さらに、曲線部分を伸ばしたことで、その分の 5.4 センチメートルも伸ばすことが必要になります。結果として、直線レールは、3センチメートルプラス 5.4 センチメートルで 8.4 センチメートル伸ばします。直線レールの元々の長さは 21.6 センチメートルなので、8.4 センチメートル足して30センチメートルにすることになります。ここまでの話に基づいて、フュージョン360で設計します。3D プリンターで出力して完成させたものはこちらです。デルタ線を入れたレイアウトの例です。ポイントを手動で切り替えながら、列車を8文字に走行させます。
問題なく走行することができました。高架用の伏線8の字ポイントレールも作りました。また、高架用のデルタ線用伏線ターンアウトレールも作りました。これらを使って、他の字の形のレイアウトを作ってみました。この例のように、デルタ線4組と、市販の伏線レールとを組み合わせてレイアウトすると、他の字の中央に、6センチメートルの隙間ができます。この隙間を埋めることが必要です。以前に、多数のレールを並列レイアウトするためのレールを作ってみたという動画を公開しました。その動画では、長さ 2.4 センチメートルから6センチメートルまで、1.2 センチメートル刻みの伏線レールを紹介しました。それらのレールを活用します。高架の真下でクロスする地平のレールでは、6センチメートルの伏線レールを入れて、隙間を埋めました。また、地平のデルタ線の前後に、3.6 センチメートル2本の 7.2 センチメートルと、3.6 センチメートルプラス 4.8 センチメートルの 8.4 センチメートルのレールを継ぎ足しました。これにより、隙間は6センチメートルプラス 7.2 センチメートルプラス 8.4 センチメートルイコール 21.6 センチメートルになり、直線レール1本分になりますので、市販の直線レールをそのまま使うことができます。列車を走行させてみました。さまざまな角度からの映像をお楽しみください。全面展望をお楽しみください。
3D プリンター用のデータはダウンロードすることができます。ダウンロードアドレスは動画の概要欄をご参照ください。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。